ましたけどね。今日はもう南も閉まってんやで。コロナの影響で。そうしましたらね、横をずっと入っていけるらしい。そこの駐車場のお兄さん教えてくれたね。横をずっと入っていって、中は見れます言うて。財布持ってきてんけど大丈夫かね。平等院はね、30何年か前にね、トラちゃんよ、おいで、ほらトラちゃんおいで、ほら出ておいで、中身とか出てきなさいよ、ほらね、おいで、怖いんかい、トラちゃん、出ておいで。出てきなはれ。いやか。なあ、トラちゃん、もう逃げてるんか。逃げてんの。逃げてまっか。はい、ゆくゆく。はい。歩くこと、1分か2分、そんなもんかな。何にも見えんか。何年前や、35年後の前やね、来ましたけど、バスなんか乗ってね、全然降りなかったから中見てないです。あの頃はね、どこ行ってもね、写真、なんかいろんな写真があるの見りゃ分かる言うてね、全然バスが降りなかったな。まあ興味がなかったようと興味なかったけどね、さっぱり。美術館に行っても降りらへんねんからね。おお、なんだ、関係ないか、皆さんでございました。それよりも財布を持ってきて入れんのかな、なんかその時思いっきりバッグや、バッグ行きましょう。1分2分やからね。これ左に建物があるはずだけど、ああ見えた見えた、左ポロポロポロと左にね、あのあれは南門やったかね、平等院のあれを見たんやけどね、しか見えんのかな。反対側やったか。下がね、宇治川のところ、宇治川、やっぱ間違いない、ここやな。北部ですよね。宇治川どうや。これ。平等院。見られんな。水多いね今日。まだ多かったかな。なんかイメージが変わる。ちょっと水がほとんど流れてなかったようなイメージだった。なんか勘違いかな。どっかと勘違いかな。なんか中入ってないな。バスの中乗ってたから中入ってないから。さっぱりわからんな、これ。こんなとこあったんやろか。なんか1時間か、あそこの2時間かぐらいかかってみんな帰ってきたような気がするんだけどね。宇治川は右でございますよ。結構、あんねんな。これなんか俺勘違いしてんの、これ、どっかと。俺じゃない可能性あるから見てないかもしれんな。なんか同じことやんだよ。木津川とどっかの。おお、これ回れるんだ、ここね。回れるんだけど、どうしましょうかね。やっぱり場所の位置がわからんな。あの平等院鳳凰堂の見らないかね。見れんのかね。ここはね、初めて入ってきたとか。駐車場だったからパスだ。何年ほど前よ。
ね、1980年代ですわ。だから35年ほど前かもしれないね。どんな状況でございます。中入れないんですか？中は入らないですか？匂いです。はい、ありがとう。ちょっと行きます。中入れるみたいな。お庭は入れますね。平等院です。報道民間だからね。これ庭でございます。若い時は全く興味なかったのにね、登板することも興味ないしね、建物も興味なかったな、やっぱり興味なかったんだよ。もう古いよこれは。もういやそうでもないな、これ行かれへんね。ホテルで新しいですわ。ちょっと通れば、ここ通れませんだよ、ね、また戻って、ああ電気入ってるよ、木々ね。ちょうどこれはどこのあれだ、これは。池の手前から見るのが一番いい話ですけどね。これか、左から見るんだよな。あれ何でしたっけ、10円玉でしたっけ。これどっから見えるのか、やっぱり左からかね。耐えられへんな。なかなか年季が入った木でございますな、これ。年季が。これが鳳凰堂でございます。そうか。Thank you.